年のチームはいい意味で上下関係があまり厳しくなくて、1年生から4年生までみんな自分の意見が上級生に言える環境にあって、その分4回生だけの意見で固まることがなくて、もう試合に出てるメンバーも出てないメンバーもみんなの意見が反映されることが自分たちのチームの魅力だと思います。3回生の古村選手です。1回生の時から試合に出てて、保護者の中で、三田選手の中でプレー的にも精神的にも一番成長したなって思う選手で、先日関西選抜にも選ばれて、これからが楽しみな選手です。チームで一番信頼している人はマネージャー全員です。彼女たちは試合のビデオを毎試合撮ってくれたり、スタッツをつけてくれたりして、本当にプレイヤーが試合で思いっきり全力でプレーできるように裏でいつも仕事をしてくれているので、その部分には本当に感謝しています。自分は小中高大で全部主将を務めてきたんですけど、小中高の時は監督が中心となって言われたことを自分が聞いて、それでチームをまとめるって感じだったんですけど、大学では自分たちやることが中心となってくるので、その点で高校までと全然違って思ったより苦労しました。でもその中でも同期であったり下級生に支えてもらって、自分も大きく成長することができました。一昨年1部から2部に昇格してしまって、でも昨年先輩たちと共に1部に昇格することができて、そんな先輩たちの思いの上に今年はインカレ出場ということを目標にチームを始めてきました。で、自分たち4回生は1回もインカレ出場したことがなくて、また来年のためにも支えてくれたマネージャーやスタッフの方々のためにも、絶対今年はインカレ出場できるように頑張ります。